はい、今年小倉さん全部で何団体が出てる？全部で86団体。初めて出展してくださったのがあのあれですね、中央プラネットですね。中央区の、社会貢献企業連合会というね、これは社協に所属、はい、あの登録している団体さんで、要するに中央区の、企業さんの中で、まあ、社会貢献というものを考えていこうというようなことで、そうですね、ちょっと面白いんですけど、うん、風呂敷包み体験っていうのをやるらしいんですね。あー、なるほどね。エコバッグとかありますけど、風呂敷も立派な、ね、その一つで、物によってこう包み方を変えると持ちやすかったりとかするので、うん、そういったものを紹介するってらしいです。あ、そうですか。